海上自衛隊横須賀音楽隊です。本日は日本吹奏楽発祥144年記念演奏会へようこそお越しくださいました。最初のお話にもございましたが、明治2年英国軍楽隊長フェントンの指導のもと、薩摩藩軍楽練習生の若者たちによって日本で初めて吹奏楽が演奏されてから144年、軍楽という分野から近代日本の洋楽の組織的な演奏がここ妙高寺でスタートしました。明治日本の器楽演奏をリードした先人の偉業に敬意を表し、私たちの演奏をお送りしたいと思います。指揮は横須賀音楽隊隊長三等海佐内堀豊です。そして進行役は私三等海佐仁田内孝子です。どうぞよろしくお願いします。オープニングはブロードウェイミュージカルザ・ミュージックマンの中から軽快なマーチ76本のトロンボーンをお送りしました。続きましてはディズニーの名作ミュージカル映画メリーポピンズの中からスーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャスという呪文のような題名の曲をお聴きいただきましょう。左手にはパラソル、右手にはカバンを下げ風に乗ってやってきた不思議な家政婦メリーポピンズ。彼女が指をパチッと鳴らし、このおまじないを唱えるとたちまち散らかっていた部屋がきれいになるという、主婦の皆様には何とも羨ましい場面で歌われるのがこの曲です。それではお聴きください。スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャス。Thank you.